ご視聴ありがとうございます。トロピオツカです。マジックにはクリーチャーの正規コストを支払うのではなく、特殊な手段でコストを踏み倒して直接場に出すというね、ことに長けたカードがたくさん存在します。条件を満たせばどんなクリーチャーも場に出せてしまうため、その効果は強力の一言につきますが、かつてはあまり現実離れしたマナコストを持つクリーチャーが少なかったこともあり、コストを踏み倒されるクリーチャーは夜のスピリットや新緑の魔力といったくらいでした。しかし年月が経ち、今や出たら勝つクリーチャーたちは年々進化を遂げています。今回はそんなマジックにおいてちゃんとマナコストが支払われない強力なクリーチャーたちを踏み倒される頻度順にご紹介していきたいと思います。名付けて踏み倒されクリーチャートップ5ということでやっていきましょう。第5位は潮吹きの暴君です。潮吹きの暴君は青8マナのクリーチャーで、呪文を唱えるたびにパーマネントをバウンスできる能力を持つカード。構築では特に一度墓地に落としてから再活性などの墓地から直接クリーチャーを奪い出すリアニメイトデッキで採用されているカードで、ハンデスと組み合わせることで場のカードを対処することも可能です。メインで採用されているカードではないので出番は限られていますが、本領を発揮するのは統率者戦です。太陽の指輪や魔力の質など自分よりマナを生み出せるアーティファクトを組み合わせることで、マナを出して潮吹きの暴君で戻して唱え直して、またマナを出してまた戻してと繰り返すことによって無限マナを生み出すことができます。リアニメイトの他にも変身を使って場に出されます。デッキのクリーチャーをこの潮吹きの暴君だけに絞って、トークンや統率者に変身を耐えることで暴君に早変わり、無限マナから勝利します。続いて第4位。第4位は皇帝のビヒモス。皇帝のビヒモスは8マナ55速攻で、出た時に全員にトランプルと自分のクリーチャーを数だけパワーアップさせます。踏み倒されるクリーチャーは大体場のカードを破壊していったり、大量ドローをもたらしたり、除去耐性を持っていたりするのですが、皇帝のビフモスは全体強化のみ、ただしその力を侮ってはいけません。11が5体いるところに出すだけで全員がプラス6プラス6修正、トランプルもついてくるので波の盤面では到底受け止めきれません。ライフがどんなに有利でも1回の戦闘でそのまま押し切れます。皇帝のビフモスは主に緑の踏み倒し呪文自然の秩序から出てきます。マナコスト踏み倒しというと黒や青の仕事妙に思えますが、この自然の秩序は自身の緑のクリーチャーを一体生贄に捧げることでライブラリーから緑のクリーチャーカードを直接場に出すというもので、まさに自然の摂理を体現したカードになっています。そして緑の代表的な部族であり、マナもクリーチャーの数も伸ばしやすいエルフデッキがよくフィニッシャーとして採用するカードでもあります。また自然の秩序でコストを踏み倒すだけでなく、クリーチャーの数だけ緑マナを出せるガイアの溶乱の力ちゃんと出せるブランも存在します。第3位は大阻止。そのコストなんと白白青青黒黒赤赤緑緑、パワータフネスは重々と十分巨大なサイズを持ち、さらに度肝を抜く能力プロテクション全てを持ちます。プロテクションとは括弧内のものからは対象にならず、装備品やオーラをつけられず、ブロックされず、ダメージを与えられないというもの。どんな火力でも死なないし、単体除去も効かないし、ブロックで時間稼ぎもできないというまさに究極の生物。一応墓地に置かれる際にライブラリに戻ってしまうため、リアニメイトでの悪用はできないことになっていますが、それでもかつてはお互いにプレインズウォーカー以外のパーマネントを場に出し合うカードである、実物提示教育を利用したデッキにおいて飛び出てくるカードの筆頭でした。また緑のカードでもあるため、皇帝のビフモス登場以前はエルフデッキの自然の秩序でよく飛び出してくることを、皇帝のビフモスによって影が薄くなりつつありましたが、最近では王冠泥棒王子が禁止になるまでは叱りされないということで王子対策にサイドボードから採用されていました。エルフだけでなくバント石貸しなども自然の秩序から王子を倒すためのキラーカードとして採用していましたね。第2位は誰もが納得の究極生物、引き裂かれし英語エムラクール。1515飛行トランプルに加え、攻撃した時にパーマネントを6つ生贄に捧げさせる滅殺6、そしてプロテクション夕食の呪文、さらに打ち消し耐性を持ち唱えた時に追加ターンを得られるという、まさに僕が考えた最強のカードを体現したような1枚です。あらゆるクリーチャー踏み倒し呪文と共に使われる1枚で、使用実績は実物提示教育、モダンで光の速さで禁止になったティボルトの計略、召喚の罠、吹き荒れる潜在能力、ドルイドの誓い、変身などなど、枚挙にいとまがありません。しかも、リアニメイト防止用に、墓地に置かれた時に、墓地すべてをライブラリに戻してシャッフルするという効果付きにもかかわらず、この誘発の際に一瞬墓地に落ちるため、インスタントタイミングでリアニメイトできる中心や浅すぎる儚を利用して、バイ出すこともできるという極悪さ。一度でも攻撃できれば、
滅殺録によって相手の場は壊滅状態となり、ほぼ勝ちが決まるため赤1マナで手札からクリーチャーを速攻突きで繰り出せる騙し打ちなどを利用する戦術も存在します。このあまりの強大さゆえに統率者戦では禁止カードに指定されています。さあ続いて第1位、堂々の第1位はグリセルブランド。8マナ77、飛行反魂、そして7点のライフをさらうことによって7枚ドローをもたらします。引き下がれし英語エメラクールに比べると少し見劣りする能力かもしれませんが、マナを使わずに7枚ドローできてしまうのはやはり強力。エムラクールと同様に様々な踏み倒し手段から登場してきますが、エムラクールと違う点は大量の手札をもたらすことから、倒しきれなくても続けて攻勢を仕掛けることができるという点です。騙し打ちが入ったデッキではまずグリセルブランドを出して、そこからセブンドローして引き裂かれし英語エムラクールを探し、2人で22点パンチを与え即座に勝利するという動きがよく見られました。またリアニメート制限がついていないことも大きなポイントです。これによりリアニメートデッキでは釣り上げる筆頭のカードであり、またレガシーでは豊富なピッチスペルの存在により、出てしまえば除去が効果もセブンドローから意志の力などを探して打ち消すことができてしまいます。さらに大量に手札が増えることで戦闘以外で勝利することを目指せます。増えた手札から暗黒の儀式などを連打してストームを稼ぎ、苦悶の触手を放つグリセルストームや、モダンでは緑のカード2枚を追放してタダで場に出せるアロサウルスの乗りに神聖化を打ち、グリセルブランドを出すネオブランドなど、様々な形で悪用に次ぐ悪用がなされました。もともと凶悪なデーモンではあるので、悪用されるのが正しい形なのかもしれません。というわけで、踏み倒されクリーチャートップ5でした。いかがでしたでしょうか。今回もですね、ヴィンテージでは一番よくね、踏み倒されるクリーチャーは、荒廃鋼の巨像ね、修繕から出したりとか、できたりね。あと、いろいろな、ね、踏み倒しクリーチャー見ますが、まあ、よく使われね、トップ5となったら、この5枚になるのかなと思います。皆さんもね、よくね、このカードをね、踏み倒して、場に出していたよってね、クリーチャーがありましたら、ぜひコメントで教えてください。というわけで、今回は以上になります。よろしければ、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。というわけで、トロッピー大塚でした。また次回。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければ、チャンネルの登録、そして高評価、よろしくお願いいたします。また、マジックのカードをご購入の際は、概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは、次回の動画でお会いしましょう。